皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。僕、スタイダルです。スプラトゥーン2ダイナモ禁止ガチバチ。今日はジェットスイーパーカスタム使いましょう。ジェットスイーパーカスタム。ね、役立て強いと思います。ハイプレイがあるからね。あとサブがクイボで、まあ、クイボ投げて、ポンポンポンって打つっていうのが強いのかなっていう感じ。結構苦手なんだけどな。まあまあ、うまく使っていきましょう。頑張ります。はい、よろしく。さて、ハイプレイが2人クラブラーってあれってどっちだっけ、わかんねえ。色違ついてる、どっちかがハイプレイでどっちかがなんかよくわかんないやつだよね。よいしょ。さて、上から失礼します。アタックするか。ほらほらほら、圧倒的。あー、向こうエクスプロしちゃうな。エクスプロしちゃ厄介なんだよね、ほんと。中だ敵。うわー、やれてない。ああいう時にクイボ投げんねんな。やられた、クソ。ちょっと遅かったね、クイボ投げんのが。インク溜まってなかった。クソ。あれ、インク溜まってたらもうクイボポーンってね。あー、ダイタラさん、クイボ使うのうまいっすねってなったんだけど。そこはうまくいかないやつね。ナイスー。さあ、エクスプロッシャー以外いないので、任せていいのね。ナイスー。で、なんかおかしい、コントローラーが。ちょっと待って待って待って、今 R ボタンがなんかずっと固定された。今ハマったっていうのかな、どっちかっていうと。よし、乗りたい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 。よし、突破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 しとけ、なんとかなんで突破しとけやね。よし、オッケー。さあ、奪い返すか。とりあえず向こうがホットブラスターだけだよね、残ってんの。ホットブラスター。あー、俺のエイムがクソ、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 エイムがクソ。でも僕は生きてますね。そういうことやぞね。やめてよ。防衛戦線が全滅してた。今、味方4人いて、向こう1人やったからね、いける、1人とか復活したてやったから、いけるかなと思ったらね、ダメでございました。そういう甘えた考えやめましょう。ダメに言います。ダメやー、もう、逃げたよ、俺。キュパモブダメ禁止。待て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 、めっちゃ顔真っ青やな。大丈夫、体調悪いんかな、あの人。ね。さて、どうするっけ、どうするっけ、これ。ね、ナイス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 。カウントリードは取り続けたいよね。ナイスー。さあ、向こうがどこだどこだ。いたらもう速攻仕留めてやろうぜ。クイボ投げよ、クイボ。敵読みがいたらまずクイボ、クイボ、まずクイボ。はい、クイボ来た。はい、クイボ、はい、クイボ、はい、俺抱いたらお前クイボ。よいしょ、やめてよって。N ザップめー、デュアルって名前してる普通に。よし、さあ、カウント取られっかな、これ。大丈夫、ジミン大丈夫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 。一人、もう一人やりたいけど、あれダメだな。ちょっと下がろうか。大丈夫やね。よいしょ。あの辺怖いよね、敵が潜んでそうで。よし、じゃあちょっと攻めますか。ここからハイプレ打ってもな、やられそうなんだよな、ほんと。よし。クソ、エクスプロッシャーが俺のこと見てんぞ、あいつ。エロエロエロッシャーめ。よし。エクスプロッシャーどこだ、上か。いた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 。死ぬ、死ぬ、エクスプロッシャー。ナイス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 。さあ、カウントも良い感じやん。なあ。おら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 。おらおら、何やろうとしとんね、君だ。敵おらへんで、どこ行ったの。よし、やれてない。あー、クイボないし、クソ。ナイス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 。クイボが下手くそだな、マジで、さっきからね。なんか、当てる回数がやっぱ必要回数が多いから。オッケーオッケーオッケー。ジェットスイーパーって難しい。おう、誰だお前。やべ、クソ。ごめん。ごめん。なんか、波って感じ、今回の活躍度合い。ほんま。波盛りや、波盛り。俺は大盛りがいいの、大盛りが。大だろ、大盛りナンバーワンや、これ。ナイスー。で、浮かすに乗るとああなるからね。よいしょ。とりあえず壊しておきましょう。ハイプレ最後貯めといて、残り30秒以降から失わないようにしときゃ、なんとかなるかも。って感じ？ね。よし。うわ、ターン、いいとこ投げるね、君。さあ、ラスト死ねない感じ？ここら辺から。
ね、あと食い物投げまくりって感じかな、ほんと。ね、やべ、死ぬかもしれない。まずい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 。よし。高いよね。よし。スパちゃん、短縮つけてるからね。オッケー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 。うわ、あいつ嫌い。待って待って。ハイプレター落ちてよしよしよし、大大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 大よっしゃっぷねうち、やっぱりハイプレなんだよな。危なかった、なんか。ちょっとね、初戦は、まだ食い物感じ慣れてないので、コントローラーハマったので、買い替え、ね、ちょっと、最近、プロコン買い替えたんですけど、ね、ちょまだ合ってないみたいですね。R ボタン連打してちょっとハマるようにしとかないと。ハマったらダメ。滑らかにしとかないとね。よし、じゃあホッケフグドウやっていきましょうか。でもさっきね、ちょっと俺マジガン内してさ、この2試合ぐらいね、ちょっと負けただけで放置する人と連続で当たってさ、でも久々に泣いちゃった。久々にってもう前の動画でも泣いてたやんって話やけどさ、いやもうガン内したのはほんま久々かもしれん。うわー、ダイナモジャーム、うわー、ダイナモジャームアップで、ね、久々にね、俺ブロックリストを使ってしまった。ブロックリストっていうね、機能が一応あるんですけど、このゲームに、ね、ブロックリストってなんか使うとゲーム内で二度と出会わなくなるみたいなね、システムがあって、ちょマジで、ね、久々に使ってしまった。気をつけてください皆さん。コーチはおやめくださいませ。よろしくお願いします。では行きましょうか。攻めていくぜ。うわお、怖いなり。ちょっと待ってな。誰だお前。なに今のは。わからん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 。ダイナモローラー、神のアイテム。ああ、死んだかも。やめて、クソ。パブロめ。パブロ。味方んとこ行きたいけど、どうだこれ。どうだ、パブロ。よいしょ。ノーいい M してるね、君。マニコラ。いや、乗らないで、クソ、めっちゃ乗られてる、まずまずい。これ、やばいやつやん。完全にやばいやつやん。チャー君、頑張ってくれ、チャー君。いやー、天才ボム置くのやめ、禁止。チャー頑張って、チャー頑張って。チャー抜いてくれ、頑張って。やべえな、これ、一気に。とりあえず、一瞬乗って止める。それしかない。あ、なんで俺降りられないの？ねえ。敵はどこ？私は誰？全滅してるな、今。今行くべき前に。前行くべき。よし。ダイナモやって。ダイナモってね、遠距離から撃てば最強なんだぜ、マジ。ね。よし。敵どこだ？あっちか。ね。さあ、あとは右か左かって感じ？厳しい。どこだ敵は。わからん。そこ？チャー君。チャー君、2発しか当たってない俺。切ない。よし、危ない。これ、とりあえず、カウントリード取れんぞ。やめろ。ナイス。ナイス。よしよし。あ、待って、誰が乗れるか。あと1。あ、嘘、1でやられたんか、マジか。飛ぶか、とりあえず。ワンチャンあるでしょ、飛んでも。よし。カモン、よし、乗ってけ。よかった、マジ。よし、結構やばかったね、ほんと。俺がハイプレイ貯めて、最初防げばいいのに、普通に死んでたのがあかんかったな。ちょっと防衛を意識してちゃんと帰ろう。ハイプレイでね。まあ、勇気勝ったので、よしとしましょう。ね。OK、とりあえずエスアップ。とりあえず、ね、俺が言いたいのは放置だけはやめてくれ。はい、エゴでーす。で、ちょっと今度は、ちょっとハイプレイ意識しましょう。やっぱダイナモだったらね、ずっとなんかすげえ光栄にいて、よし、ほら、ハイプレだわーっていう感じでいけるんだけど、やっぱなんか武器変わるだけでハイプレの意識のがね、ことごとく変わってくるよね、ほんと。ね、よいしょ。やられるかな、俺。大丈夫？
あ、じゃオールダウンじゃん。待て、せいぜいそっちじゃ任した。俺こっちな。じゃね、どこ行く君は。やるやん今度逆にオールダウン。いいね、こういうシーソーゲーム。行って切って行って切ってね。えこのままならねえ感じ俺嫌いじゃないぞ。ねえ、なんかやり、よし、奪い取れー。当たってない。ふぅ、よし、ナイス。クイボおじさんにならなあかんな、俺は。ねえ、オッケー、やったけどやられた。クソ、またハイプレを打ちタイミングがわからないっしょ。クッス、向こう大時間もが熱いな、壁。いいね、ちょっと待ってナイス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 。やれ、俺が乗ろう。よし、ナイス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 。チャージャーには負けへんぞ。俺はか、とりあえずか、取っちゃおう。味方のためにクイボ投げるおじさん。大丈夫ね。やべ、やれてない。うわっ、振られた。あー、落ちちゃった。くそ、ごめん。もうあそこでボム投げるから。これどうだ。いや、味方に飛ぼう。強い。射程と足りてないわ、ロタ。死ぬ。あ、ちょ、ミス、ごめんなさい。もうちょっと、喉乾いてさ、俺。ほんと。喉が潤わさないとね、やっぱ。乾燥するからね、みんな冬になるから、もう。この前まで秋だったのに、もう冬。なんか、あー、ちょっと、もう、ダメだ、テンパってるわ。すまねえ、みんな。でも19まで進んだから、ちょっと勝ちは揺るがねえ感じ、ちょっとあるよね。これ満身ってやつだよ、みんな。覚えておくとええで。俺満身する男だいだら。な。ナイスー。よし、あと一発。よし。当たんね、当たった。やべ、あっ、大丈夫、いい食いぼじゃん、イエーイ。よし、めっちゃ飯がうまい。うまいっすよ、おいしい。一試合で、俺こんな落ちたの初めてかもしれん。乾燥してるわ、今。すごく乾燥してます。チャーやった。チャーやったよ、ローラーくんは。何もしない。あとここでボートしとけや、勝ちじゃね。よし、勝ってー。いや、ほんとに、いや、ちょっとみんな見なかったことにしてくれへんか、これ。乾燥肌の季節ってことで。とりあえずそれで許してくれへんか、みんな。ね。最後なんか食いも床にペンしてるだけでもなんかいい感じなのは、あれだね。なんかいいね。ハイプレウトって言った回で、まさかハイプレゼロ。な、恐ろしい。これがジェットスイーパーやぞ。俺通常でよくねえか？ジェッカスはなんかちょっと、要検討で、俺食いもが下手だわ。相変わらず。はい、ってことで、今回これで終わりたいと思いまーす。まあ、食いもが、ウェーイって投げる。なんか飛距離アップ？クイボー。ね、サブ性能強化で使ったクイボーがね、やっぱね、ジェッパ飛ばす距離とクイボー投げる距離がね、同じくらいになりやすいって形でおすすめされてるので、1.3 ぐらい積むと良いらしいですので、皆さんもぜひとも、ね、クイボー投げまくりの、ね、ジェットスイーパー使ってみてください。ということで、じゃあ今回これで終わりたいと思います。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価、コメントお待ちしてます。また何か次の動画でお会いしましょう。次何使おうかな。とりあえずゴールしよう。おつぽよー。